岐阜県各務原市鵜沼にあります歯科院都クリニックの鎌田院長にお話を伺っております。院長よろしくお願いします。私たちが今やってるのは2つあるんですけど、子どもさんと、はい、まあ、大人に向けてと2つに分けてるんですけど、はい、子どもにはこの卵破矯正、卵破っていうのが、まあ、日本の東京の吉祥寺で三谷先生という人が考え出した治療法なんですけど、はい、これは上顎を正しい方向へ牽引する装置のことをランパー装置って言うんですけど、ちょっと待ってね、上顎を正しい方向に牽引して戻してやるっていう装置です、ね、こういうことですか。そうですね、前に出て上に上がるみたいな意味ですか。そうです、その通りです。ちょっと待って、骨ですよね。骨ですよね。骨を前に出して上に上げる、上に上げる。過去の常識で、私も手術屋なんでこの辺の手術いっぱいやったんですけど、外科矯正っていうのがあるんです。そういったことは手術でなきゃ不可能だと言われてたんですけど、手術なしでそういうことをやると。手術がないんですね。手術はないんです。手術じゃないんです。結構大掛かりな装置はつけるんですけど、はい、私映画好きなんで、なんですかね、チャーリーとチョコレート工場のウィリー・ウォンカがこんなつけて、はい、お父さんが町一番の歯医者だとかこんなつけて、はい、こんなつけて、チョコレート食べたいよってやってたでしょ、はい、こんなようなものをつけるんですけど、はい、ちょっと見かけは大掛かりですけど、はい、手術に匹敵するような動かし方ができる。あくまでも見かけじゃないんです。綺麗に直してやろうとか歯並び良くしてやろうな、そんなちっちゃいことは考えてないんです。根本的に本来そこに進まなきゃいけなかった位置に戻していってやろうって。あまりに今みんな運動不足で、子供も、はい、そして食べ物も柔らかくて使わないんで、はい、ものすごい体化が激しいんですよね。で、子供が、ね、体化が激しくて老人みたいに 背中をこう曲げて、うん、こう呼吸が苦しんでこういう格好をしている子がすごく増えてきてるんです。それはこう背中をこう丸めて首をこう前に出すことでこう息が通りやすくなるんですね。そうです、気道っていうんですけど、はい、横から見るとここの後ろにこう気道があるんですけど、はい、こんな風にまでしないと うまくこう息ができなくなりつつあるんですね。老人化してるんです、子供が。これはとんでもないことなんですよね。だって生きられないですよね、それ。そうなんですよね。それの極端な人たちも大勢見てきたんですけども、本当に悲惨なんですよね。素人知識だと、なんか食べるものが柔らかくなって噛まなくなったから顎が細くなったとかっていうようなことは聞くんですけど、そこから始まったんですけど、それがだいぶひどく加速して悪い方に、自然な成長ができなくなりつつある。こんな外、今日でも38度39度じゃないですか、はい、子供に外で遊んどろんくになって、私たちの時代はね、はい、もう体中傷つくっても真っ暗になって、お母さんは飯だからって呼ばれるまで遊んでたでしょ。ね、はい、そうすればしっかり成長するんですけども、はい、ね、本来は、ね、美人っていうのはここある程度頬骨が出てね、はい、アナと雪の女王のね、はい、アナたちみんな頬骨があるじゃないですか、はい、これが本来の綺麗な骨格、美人の骨格なんです、うん、きっちりあるけども、はい、これが現代っ子たちはなくなってきて、この骨落ちちゃってドローンってここが長いような顔になれてたんですね。へー、うん、そうなんですね。そうなるとここの後ろの気道が狭められて、はいはい、呼吸が苦しくなるんです。そしていろんな耳鼻科的な疾患、花粉症をはじめとしてね、蓄膿症みたいな症状だとかね、この辺がうまく通らないことによっていろんな症状が出るって言われてるんです。滞っちゃうんですね。そうなんです。へー、それを、ね、もともと持ってたような原始的な骨格に戻してやろうって、よいしょって前にね、引っ張って上にグッと上げるような、そういった治療、結果として歯並びもきれいになるんですけど、結果としてですよ、もっともっと目標はそんなもんじゃないんですよね。後ろのこうキューって狭まったこの息が通る気道っていうとこがカバーッと開いてくるんです。すごく皆さん健康になるんですよね。もう基本的に姿勢がまず良くなりますよね。そうです、姿勢ですね。ですよね、うん、